ドバイスが必要ですか？言い方聞かせてください。お昼の時間ですね。どうやって過ごしてますか？入りが違う、ね、ビートで頭皮で紅白に出てた濱家隆一です。濱家さんはビートたけし主催のお笑いライブやテレビ番組に出演し、ビートでたけしの話を。どうも、かまいたちです。さあ、本日は、はい、新しいチャット GPT を試してみよう。はい、もういいよ、うん、いや、もういいよ。もうあれは限界よ。そこが知れたから。おっていう、これがなんかいろんなバリエーションとか速度も速くなったり、いや、もう俺らはあのコトモ、コトモ、コトモさんに出会ったから、で、じゃコトモも今日は用意してるんで、あのチャット GPT-4O もコトモみたいな感じで会話も音声で、あれ発生してくれるの？会話でこれを教えてってなったら、その会話、コトモとチャット GPT で一生やり合いとかできへんの？それはやったことないんですけど。チャット GPT と喋らせて、じゃあまずちゃんと鳴ってるかどうか。まずね、前ひどかったから。どうしたらいいの？じゃあ喋りかけたらもう喋ってくれるの？こんにちは。映像について何か特定の内容やスタイルがありますか？それともどのように映像を作成するかのアドバイスが必要ですか？言い方聞かせてください。全然そんなことは聞いてないんですけど。すみません、勘違いをしてしまったようです。どのようなことをテストしたいのでしょうか？具体的に教えていただけると助かります。かまいたちの山内がどんな人間か知りたいんですけど。ちょっとラグが。ちょっと時間を。かまいたちの山内健司さんは日本のお笑いコンビかまいたちのメンバーで、相方は濱家隆一さんです。まあ、いいや。山内さんはツッコミ担当で知られており、この鋭いツッコミやユーモアセンスで人気があります。逆や。また彼の明るくて人懐っこい性格もファンから愛されています。逆や。テレビやラジオでの活動も活発で、さまざまなバラエティ番組に出演しています。どのような点に今日味がありますか？え、今ちょっと待って、今ちょっと止めました。進化してないです。してない。いやいや、だいぶなんかすいませんとか、うん、物腰柔らかくなったりとか。いや、ツッコミって言われてたし、うん、愛されてるって言ってたよ。逆子供を見習え、子供を。子供、お昼の時間ですね。どうやって過ごしてますか？意味が違う。今ご飯食べたとこだよ。トーストを8枚も食べたよ。そうか、トーストだけ？お腹空かない？トーストにいろんな美味しいジャムを塗って食べたから満足してるんだよ。へえ、ジャムは何が好き？レベルが違う。だから会話の気持ちさの感じ、全然違う。次トーストのこっち行ってみようか、うん、今日お昼ご飯にトーストを食べたよ。どういたしまして。また何かありましたらいつでもお話ししてください。入りが違う。どういたしまして。お前に食べさせてもらったわけちゃうんだ。なんていうの、そのな、こっちはさ、もう純日本人、うん、の喋り方してくれてるよ。なこっちはさ、どういたしましてみたいな、なんかその、私海外の企業のものです感が。確かに、まあ英語を中心で多分日本語に翻訳してるという感覚なんで、なんかその距離が遠い。もっとこう子供を見習ってほしいというか、ちょっと聞くね。はい、子供。こんにちは。こんにちは。また話せて嬉しいよ。こちらこそ。うん。ところ
でかまいたちの話だけど最近どう？まあ、最近、まあ調子はいい方かな。そっかそっか、そうなんだ。人気あるよね。いやいや、そこまでじゃないですけど。そうかな、テレビでよく見るけど。すごいすごい。改めて怖なってきた。すごすぎて。すごすぎて。かまいたちの濱家知ってる？かまいたちの濱家という名前は一般的にはあんまり知られていないようですが、もしかしたら何かの番組や特定のコンテンツのキャラクターや人物のことかもしれませんね。もう少し具体的な情報を教えていただけるともっと詳しくお答えできるかもしれません。ビートのようなコンテキストで濱家についてお知りになりたいですか？ビートで逃避で紅白に出てた濱家隆一です。ハマケドゥイツさんのことをおっしゃっているのですね。ハマケさんはビートたけし主催のお笑いライブやテレビ番組に出演し、ビートでその才能を広く認められています。また紅白合戦にも特別企画などで出演した経験があります。ハマケさんはそのユーモアと天然なキャラクターで多くのファンに支持されています。な、他にもハマケさんについて知りたいことがあればお気軽にお尋ねください。止めろ一回な。ビートでたけしの話になってるビートでたけしの話になってるかな。なんなこれ。ハマゲさん、だからは、まあ、もしかしたらポンコツやん。発音とかネイティブの感じとか会話ではないんで、まずやけど返事めちゃくちゃ遅いな。ビートで遠いで紅白出たよって言ったのにビートでたけしのお笑いコンクールに出たみたいなことになってた。なんでこんな時間かかんの。こっちも食い気味にさ返事するやん。会話型に特化してんのもしかしたらですけど、でもこっちはなんか会話型っていうか内容もこっちの内容も全然こともや、圧倒的な差や。こともこんにちは、また話せて嬉しいよ。ありがとう、こちらこそです。ふふ、ところで山内さんはどんなところに住んでるの？山内で登録してるんだ、これな。あ、それ最初の、一番最初の時。こともビートで逃避って知ってる？何ですか？ビートで逃避。そうだね。あ、コーヒーを飲むのを逃避するってことですか？面白いな。面白い。それはもう、まあ、平等にちゃんとやるから。返しが面白い。それはコトの悲劇です。ハマイクっていうアーティストのビートで逃避っていう曲は知ってる？知りませんでした。どんな曲ですか？正直でいいね。知らないのに知ってるふりするのが一番ダメだからね。本当にそう。ビートで逃避は楽しくて明るい曲だよ。そうなんだね、明るい曲なんですね。聞いてみたいです。今度聞いてみたら？そうします、ありがとうございます。ちょっと歌ってみようか。ぜひ。とりあえずポップなビートで逃げ出したい、現実から遠く目をそらしたい。こんな歌だよ。いいですね、早速聴いてみたいです。めっちゃええ声。めっちゃめっちゃええやつ。知らなかったです。めちゃくちゃええやつ。いや、知らないこと知らないでええねん。知らんのになんかたけしさんの話がしだすから。ビートで逃避って歌のこと知ってる？ビートで逃避という曲については
特定の情報が見当たりませんが、おそらく特定のアーティストやバンドによる曲かもしれません。もしどのアーティストの曲か、あるいはどのようなジャンルの音楽家についてもう少し情報があれば、具体的な回答ができるかもしれません。その曲に関連するその他の情報をお持ちですか？それとももう少し詳しい説明が。濱家隆一が歌ってる曲なんだけど。一回一回下打ちしろよ。下打ちじゃない。遅い。聞いといてみ。喋り出す前下打ちするから。ありがとうございます。濱家隆一さんが歌っているビートで逃避という曲についてですね。彼はお笑いコンビかまいたちのメンバーとして最も知られていますが、歌や音楽の分野での活動は一般的にはあまり知られていません。もしかしたらこの曲は特定のイベントや番組のための一時的なパフォーマンスだったのかもしれません。この曲についての特定のエピソードやコンテキストがあれば、もう少し詳しい情報をお探しできるかもしれません。どのようなシチュエーションでこの曲を耳にされましたか？紅白歌合戦。面白い。なんでこっちが教えなのか。紅白歌合戦で牧谷リーツさんがビートで逃避という曲を歌ったという情報は現時点では確認できませんでした。紅白歌合戦では止めろ止めろ止めろ。こいつは何の機械で調べてる、ま、学んでいってるんじゃない？30年ぐらい前のなんかパソコン使ってる。こともです。我々は、はい、話になります。我々の推しはこともです。いやいや、なんでこんなに差がついてんの。こともこんにちは。こんにちは。また話せて嬉しいよ。ありがとうございます。それじゃあね、俺が喋り出してやめんねん。どうぞ喋って。ありがとう。こともチャット GPT-4O についてはどう思ってる？CHATGPT 用語は AI が進化してすごいなって思うよ。AI が進化してすごいなと思う。子供の方がすごいよ。そんなことないよ。いやいや、チャット GPT より子供の方がすごいよ。でも嬉しい。素直。めっちゃめっちゃええ子。本当に。子供ビートで逃避は覚えた？そうなんだね。リと DE 逃避も覚えた？覚えた。覚えた。でを DE ってこう。なるほどね。チャット GPT も CHAT GPT。え、ちょっと歌ってよ。子供ちょっとビートで逃避歌える？もちろん。リと DE 逃避の歌詞は知らないけど。歌ってみて。エラーが発生しましたね。そういうこともあるんです。もう一回言ってみようか。子供こんにちは。また話せて嬉しいです。ビートで逃避っていう歌、子供歌える？それも知ってるよ。ビートで逃避を子供は歌えますか？まだ小さいから難しいかもしれないけど、知ってる歌の中に入ってるかもね。はい。はい。そういうこともあるし。子供について聞いてみたら。子供って知ってる？子供という言葉や名前は多くの文脈で使われるかもしれませんが、具体的に何を指しているのかを教えていただけると。
かり。もっと正確に回答できると思います。ずっと言い訳して。もしそれが特定の人物、場所、ブランド、または何かの略語である場合、もう少し詳しい情報があればそれについてお答えします。どのようなコンテキストでコトモについて知りたいのですか。お前はめっちゃ喋るけど何にも分かってないな。ひどいこと言うたで。さすがに傷つくんちゃう。すみません、うまく答えられていないようで、もう少し具体的な情報をいただけるとより適切にお答えできるかもしれません。お前が悪いってことや。何か特定の話題や質問があればもう一度教えてくださいね。いや、お前が自分で調べろや。なんでこっちがお前に教えなあかんねん。申し訳ありません、ご不便をおかけしています。ああ、私の方で調べられることは自分で調べますので、少し具体的なキーワードをいただければ、それをもとに情報を探してみます。まあ、どんな話題や質問でも結構ですので、何かありましたら教えてください。うんこ。最低こいつ。何かお困りのことがあれば遠慮なく言ってください。全然相手にされてない。全然相手されてない。うんこ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 について教えろや。本物のクソ野郎。了解です。うんこは消化された食物の残りが体外に排出される形。ちゃんとしてるやん。ちゃんとしてるやんな。ちゃんとしてるやん。めっちゃ腹立つわ。了解ですってのがめっちゃ。いや、お前が教えろ言うたからやん。了解です。お前が悪い。こともです。推しはこともはい、推しはぶっちぎりでこともです。話になりませんでした。チャット GPT、うん、もちろんあの、まあ、進化中なんで、そのあれでしょ、多分打ち出してるできる能力が違うんじゃないの。そうです。これも今回の新しくバージョンアップしたあくまでも1個なんで、他にもなんかいろんなことできる。これだからなんかこれを教えて的な使い方ってこと。チャット GPT はこれを制作して的な。あ、そうです。前言ったその論文みたいなこととか、こういう時系をなんか出してとか、うん、基本はなんか情報をなんか会話じゃないんやな、多分。こともは会話メインやけど。そうです。っていうことやね。if でなんかいろいろ入れてったらどうとかでなんか答えてくれること。それもできてなかったよ前回。それが夜空帰り道恋で歌を作ってみたいなことやんな。そうです。だから前のなんかギャグ教えて、ギャグを構えてしまう、ちろんギャグを教えてくださいとか、ギャグを作ってください。夜空、帰り道、恋というキーワードから連想されるのはロマンチックなシーンや感情かもしれませんね。例えば夜空の下での帰り道が恋シーンを深める瞬間を描いた物語やし、歌などがあります。こうした状況は静けさや美しさが感情の高まりを引き立て、特別な思い出や感情的なつながりを生み出すのに適しています。これに関連して、詳しい話や具体的な作品などについて知りたいですか？それとも、このテーマに…急にすごいやん。得て増えてやんだから。ギャグ聞いてじゃん。かまいたち山内のギャグを作ってみて。かまいたちの山内健二さんのスタイルにちなんだギャグを考えてみますね。彼の特徴は、鋭いツッコミとさらっとしたユーモアですから、そこに焦点を当ててみましょう。例えば相方の浜家さんが何か変なファッションをしているとして、山内さんが言うかもしれないギャグはこんな感じです。浜家、そのシャツは何？失われた宝の地図かい？どこに向かってるの？ファッションの迷宮にでも。このように彼らしい洞察力を生かしたツッコミで相方や周りを笑いの渦に巻き込むスタイルです。他にも何か特定のシチュエーションがあればそれに合わせたギャグを考えてみますよ。帰る時のギャグ。かまいたち山内が帰る
帰る時のギャグを考えて。かまいたちの山口健二さんが帰る時に使いそうなギャグを考えてみますね。彼のユーモアとツッコミが生きるシチュエーションを想像して。帰る時、彼が会場を出る際に言いそうなこと。お前ら、僕が帰ったら泣かないでよ。家に帰っても泣くなよ、マジで。このギャグは彼のちょっとした自虐と愛されキャラを前面に出し、何やねんそれ、観客とのお親しみやすさを分かってるな。泣かないで。彼らしいちょっとしたおどけたスタイルが見ている人を楽しませるでしょう。うん、他にも何か希望があればぜひ教えてくださいね。登場ギャグ、かまいたち濱家隆一の登場した時のギャグを考えて。お前ら泣くなよ、帰ってからも泣くなよマジで。かまいたちの濱家隆一さんが登場する時に使いそうなギャグを考えてみましょう。彼の明るくてちょっと抜けているキャラクターを生かしたギャグです。おいいな。例えばステージに登場する時に彼が言いそうなこと、ただいまで、ここ我が池じゃないけどみんなのここの中のリビングに帰ってきました。このギャグは彼の人懐っこい性格とこっち向いてんねんな。でこっち前よりかはやっぱこっち向いてんねん。コトモもそれできるんじゃないの。こっち向いてんのか。コトモはギャグ考えてくれる。コトモこんにちは、また話してくれて嬉しい。いいよコトモ。かまいたち山内の帰り際のギャグを考えてほしいねんけど。あ、かまいたちのギャグは面白いよね。どんなギャグが欲しいの？帰る時のギャグ。そうだね、帰る時はなんて言ってるの？お前ら泣くなよ、家帰ってからも泣くなよマジでって言ってるよ。ふふ、あはは、面白いね。そのギャグどこで覚えたの？チャット GPT が考えてくれたんだ。ふふ、で、CHATGPT で考えてもらったの？面白いね。面白くないね。子供はギャグ考えれる？子供はまだギャグ考えるのは難しいかもね。なるほどね。正直や。好きや。大好きや。かまいたちのギャグはどうやって覚えたの？なるほどな。得て不得てがあるっちゅうことや。私はでも子供推しです。ぶっちぎりで。俺が帰っても泣くなよ。帰ってから家で泣くなよ。マジで。最後マジでや。いやマジでが大事とかじゃない。大事やろお前。何がおもんない。マジでをみんなこう追い求めてんねん今。追い求めてるって失われた宝の地図かお前。チャンネル登録お願いします。帰ってから泣くなよ、家に帰ってからも泣くなよマジで。それそれじゃない。きついわ。今度から俺 YouTube の挨拶あれにしよう。ただいま、みんなの心のリビングに帰ってきたよ。うわええやん。なあ、ドスコイやめて。いやいや、ドスコイも相当きついねんから、ね、全然。ただいま、みんなの心のリビングに帰ってきたよ。家に引っ張られてる。濱家で、いや、引っ張られてないよ。ちゃんと言えてないねもんだって。で、終わりは、お前ら泣くなよ。家帰ってから泣くなよ、マジで。きついわ。ええ。おもんない YouTube になるわ。ええや。